はい、こんにちは、カズボウです。ドラゴンクエスト、モンスターズ浄化3、プロフェッショナル、続きやっていきたいと思います。時空の裂け目に入ったらね、またね、魔王のところ出ました。さて、今回は何だろう。とてつもなく恐ろしい回避がする。ここには異世界の魔王がいるようだ。ということで、異世界の魔王。さて、今回は、来たゼメルギアス。やっと来た。じゃあね、これはちょっとまずいな。はい、今回はね、もうゾーマで行きます。ゾーマだったらもう確実なので、とりあえずはね、他でやってやられたら嫌なんでね。じゃあちょっと行ってみます。我は魔戦神、ゼメルギアス。この時空より入れて、外の国に住まうすべての者に破壊と絶望を与えよう。若きマスターよ、貴様もまた我に挑むというのか？はい。哀れな。ならば、まずは貴様に、破壊と絶望を与えよう。よーし、じゃあこれでまた配合増える。よーし。やっと出た。お、いいね。よし、楽勝に倒しました。ゾマじゃなくてもいけた、これ。そんなに強くないです。まあ何やっていくかわかりませんけどね。とりあえず倒せましたね。まさか最強の魔戦士の力を取り込んだ我が1ラウンドで敗れるとは。その神をも超える力どうやって手に入れたというのか。まあいろいろね、前作でね、試してできたゾーマですからね。我を連れて行け。貴様の力の秘密が知りたい。魔戦士ゼメルギアスが仲間になった。よし、これ見よう。配合とかこれでわかりますね。樹氷の戦士とね、賢さアップ SP、気力吸収ガード SP が最初ついてますね。で、レベル 50SS で仲間入ります。なので、まあ、とりあえずは連れていこう。3枠なので、合体ライドとかも見れますよね。はい、レインボー。まあ、狭間巡りなのでね、まあ、ウッドパークとかにも出ますよね、普通に。はい、スキル見ていきます。ですね、ゼメルギアスは、樹氷の戦士持ってますね。ゼメルギアスってスキルはないんだね。樹氷の戦士を持ってるんだ。イオグランデ、ピオリム、バギムーチョ、勇気の残部、リバース、リザオラル、ビッグバン、精霊の歌、メドロワ、シャイニングボウ。これかなり使えると思いますね。使いようによってはすごいですよね。リザオとかね、精霊の歌ってリバースあるので、行動遅いキャラとかにね、リバースつけてたらね、すごいいいですよね。あと、賢さアップ SP はね、賢さが上がりまくるし、記録吸収ガード SP はね、最大 MP も上がるし、攻撃力も上がる感じでね、消費 MP も半分になるし、攻撃力ガードとかね、記録吸収ガードプラスがね、つくのでね、いいですね、これもね。はい、ゼメルギアス。AI1 から3回行動のステータスなんですけど、まあ、賢さ高いですね。まあ、全体的にまあ高いかな。攻撃力770あるし、MP がちょっと少ないかなって感じはしますね。守備力850ですね。素早さが960。賢さが1050。まあ、これと比べるとやっぱりメタル系がどれだけ優秀だったかとかもわかりますよね。HP が1600ありますね。はい。ギガボディ、時々赤い霧。赤い霧はね、物理攻撃がね、一切できなくなってしまうので、呪文しかね、相手使えなくなりますね。なので、常にね、魔法カウンターとかつけてると、攻撃できないのでね、魔法だったらテンション上げないとね、貫通できないので、まあ、跳ね返しますわね。で、光の波動でしょ？あと、AI1 から3回行動。だからね、これで3回動いたら美味しいんですよ。1から3回行動っていうのが、コストあんまり使わない割にはね、たまにね、3回行動動くので、まあ、1回で止まってしまう時も確かにあるんですけど、3回がね、ずっと続くとね、AI3 回コードをつけるよりね、やっぱステータスも高いので、ダメージがすごい通るんですよね。なのでね、やはりこいつちょっとね、自分、前エルギオス使ってた時に、1枠で使った時に、コストも低いので、かなり使えたんですよね。あと、星の怒り。超ギガボディでミラクルボディがつきます。あとね、プラス値で威圧、闇の波動、秘めたる力がつきますね。でね、配合見ましょう。
なるほどね。こういう配合なんだ。そりゃ見ないわ。ルギウスとね、魔戦士ルギウスと魔戦士ベーラ。あと、ワタボーとオムドロレスですね。まず、魔戦士ベーラがね、まずすれ違い配信なんですね。で、ルギウスが確かね、交換できるようになるって言ってましたね。なんか3DS を持っていくんだと思いますけど、またね、まあ、それは手に入れた時に紹介しようと思います。戦ってはいるんですけどね。あと、ワタボーは、ワルボーを入れたんですけど、バトルグランプリかな。Wi-Fi 対戦のインターネット画面行きまして、一番左かな。まあ、そこでね、チケットをもらえるので、それを多分使うと思うんですよね。それで手に入ると思うので、またワタボーはね、ワタボーで紹介しようと思います。これはね、もうすぐ入ると思います。近々ね。あと、オムドローレスなんですけど、やっぱりいりますよね。オムドローレス欲しいんですけど、それがいないとできないモンスターなので、先にやっぱりオムドローレスとかも欲しかったですよね。ですけど、オムドローレスを作ることによって、またね、このゼメルギアス以外ももしかしたら配合できるかもしれないので、まずはね、オムドローレスをね、ちょっと作りたいんですよ。自分オムドローレス結構好きなんですよね。なので、豆知識言います。失敗に終わったと思われた禁断の術が完成した姿。絶望を与えるために生まれた最強最悪の戦いの神ということで、ゼメルギアス。これ一回ね、イベントバトルの時ね、出てきました。ダークドレアムとね、一緒に出てきたので、まあ、ダークドレアムも出てくるのかな？時空の狭間に出てくるのはね、まあ、情報はね、入ってきてたので、まあ、行ったらね、出てきたって感じでしたね。まあ、ちょっとね、何が出てくるかなと思ったら、ゼメルギアスだったんでね、今回手に入ることができました。これでまた、広がります。なのでね、またね、これね、これを使った配合をやっていきますので、先にね、コメントにネタバレは書かないようにお願いします。まあ、これでできますっていうのをね、出します。まあ、一応合体試してみるとやりますと、神の裁きか。神の裁き使いますね。敵全体に光系と闇系の対義ダメージ特大を与える。あとね、合体特性で、破壊神覚えますね。与えるダメージの上限が、2倍になる。上限が2倍ってことはどうなんだろう。さらに与えるダメージが 1.05 倍になる。上限ってことは、4枠で上限ってことは何？ 9999 超えるってこと？限界9999ですよね。まあ、多分違うのつけても一緒だと思うんですけどね。まあ、とりあえずペイント配合。なんか色が染まりづらいみたいですけどね。あ、結構体の中身染まりますね、色ね。これ髪の色が変わりますね、紫だと。下は？下はあんま変わんないんだ。まあ、大体こんな感じです。青だと体が青くなって、体と髪の色が変わりますね。何気にサラサラヘアなんですよね。はい、緑。で、頭がね、緑になります。ゼメルギアスね。来ましたね。これ引き継ぎでね、持ってこれないのでね。持ってるんですけど、イルルカから持ってこれないんで、捕まえるしかないんですよね、これね。はい、こういう感じです。ゼメルギアス3枠。はい、ゼメルギアスですね。まずね、軽くちょっとレベル上げてみて、何かしら戦ってみましょうか。なんか、ね、素早いですね、これ。あ、移動がちょっと早い。他のモンスターに比べて。移動早いんで楽ですよ、これ。あっという間に回れる。ゼメルギアスいいかもしれないですよ、これ。スピードは。ね、戦ってみましょうか、ちょっとね。はい。ああ、大丈夫かな、これ。いきなりちょっと強敵出ましたけど。まあ、とりあえずはね、普通に戦ったらどうなるかね。アルシオンとちょっと合体させます。まあ、どっちでもいいんですけどね。まだね、レベルが低くてもね、レベル30ぐらいでもこのぐらい強いですからね。まあ、普通になんなくね、まあ、勝てる感じですね。
ちょうどいいとこにね、ギガントドラゴンがいるのでね。まあ、これで合体ライド試してみましょう。お、威圧発動します、いきなりね。ライド合体。4枠ゼメルギアスになりますよね。そして命令で、神の裁き使いますね。レベル上げるとね、やはり強くなるのでね。まあ、こんな感じですね。はい、ということでね、素早さが早いのでね、やはりでこれでね、光あふれる血とか行ったらまたすぐレベル上がりますので、簡単に上がるので、これでね、やってみるのもいいかもしれませんね。ゼメルギアスもちょっといいかもしれませんね、本当にね。はい、ということでね、まあ、今回、ここで終わりたいと思います。ゼメルギアス手に入れたのでね、また配合の幅が広がりますので、また配合したらね、配信したいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。